嘘つき鬼ババア、ピンクピンクの頭なんて嫌いだ。嫌いで結構や。ここのところ毎朝これですね。でもほら、喧嘩するほど仲人がいるって。なんだそりゃ。あれ、喧嘩するほど仲良くない。え、誰それ。お友達。我慢できないわ。こんな変態なんかのとこ来るもんですか。誰あんた。酒屋さんです。これをセラビーさんに。お得意さんへのサービスです。セラビーに。あ、はい、セラビーさんに。くれぐれもセラビーさんに頼みましたよ。それじゃ、さよなら。誰がセラビーなんかに。誰か来たような気がしたんですけど。あれ、素直じゃないわね、セラビー。そうですね、自分でもそうは思ってるんですけど、あのピンクの髪を見るとつい、はあ、それいいや。よし、任せろ。うまいとバカ犬。あ、犬じゃねえ。喧嘩しないで仲良くね。わかりました。行くよ。リーヤ、お願い。おう。シーネちゃん、シーネちゃん。え、こっちよ、シーネちゃん。お嬢様、どうしたんですか、そんな格好で。早くいらっしゃい、早く行くのよ。え、あ、ドロシーちゃん。どこ行くんだ。引っ越しよ。引っ越すってどこへ。遠くよ、うーんと遠く。セラビーのいないところよ。もうこことは永遠に。おさらばよ。シーネちゃんも連れて行くのか。当たり前でしょ、私の弟子よ。ドロシーちゃんやめて。さっきセラビー先生と喧嘩したから行っちゃうの。喧嘩？喧嘩なんかしてないわよ。シーネちゃん、さ、早く乗って。乗るってこれに。そうよ、グズグズしないで。はい。ドロシーちゃん、シーネちゃんもドロシーちゃんも行ったよ。行くな、ドロシー、シーネちゃん。金髪だ。金髪、金髪、金髪。ドリスなの。クンクン、違う、ドロシーだ。やだな、お師匠様、カツラなんてかぶって。カツラじゃないわ、本物よ。本物本物。大声出さないでよ。なんだ
か知らないけど、家に帰って鏡を見たらこうなってたのよ。何遍魔法をかけてもピンクにならないし。ドロシーの髪って魔法でピンクになってたのか。リア、こないだタイムスリップした時見ただろ。おお、タイムスリッパか。じゃ、やるわよセラビー魔法勝負。そんな、愛しいドロシーちゃんと戦うなんてできません。やるな。わかったわ、あなたの愛しいドロシーちゃんじゃなければ勝負するってわけね。なら、あ、ピンク頭のドロシーちゃん、今のお師匠様だ。いけずの。さっきハゲトノの魔法の本で覚えたのよ。さあセラビ、勝負しなさい。僕のドロシーちゃんか。ブス。もしもこんな姿セラビーに見つかったりしたら、寒気がする。だから遠くに引っ越して。ドロドロシーちゃん、えーたー、僕のドロシーちゃんが帰ってきた。金髪のドロシーちゃん、完全に理性を失ってますね。ドロシーちゃん、行こう。ドロシーちゃん、止まるもんですか。ドロシーちゃん、いた。ドロシーちゃん、ドロシーちゃん、髪の毛カールしましょう。くりくり巻き巻き、くりくり巻き巻き。やべえ、先生たちいた。お師匠様、こうなったら魔法でぶっ倒す。いてよ、イカズチ、いてよ、炎、いてよ、ドラゴン、いてよ、トマホーク、なんで魔法使えねえんだ。病気かな。お師匠様のことだから、なんか悪いもんでも食べたのかも。絵にもかけない美しさ。ドロシーちゃん見つけたぞセラビー。今の貴様は全く魔法が使えなくなっているはずだ。再び私が世界一になる時が来たようだな。あいつは殿だ。ツルツルのピカピカだ。やかましいクワッパが、黙れ、黙らぬか。相変わらず偉そうなやつですね。セラビー、貴様に魔法使い世界一を奪われた十数年前の屈辱、忘れはせぬわ。フラエ、折りつぶて攻撃。そうですね、溺れてしまえ。逆流プラス渦巻き。ああ、目がくらんでいるうちに叩き切ってやる。いでよ鏡、勝負しようセラビー。でもドロシーちゃんに負けたのよね、本当は。審判員のしんちゃんだよ、お久しぶり。こんにちは。この魔法使い世界一戦、私が取り仕切るよ。セラビー、貴様はもはや魔法は使えぬわ。余が勝ったも同然。はい、ドロシーちゃん、もっとお目目をパッチリ開けて。ベリーグー。あ、今度はちょっとお墨引っ掛けて下線した。そう、セラビー、次は何着てもらおうかな。
セラビ君、ちょっと聞いてもいいかな。何でしょう。今朝君ん家にジュース届けたんだけど、ちゃんと飲んでくれたかな。これをセラビーさんに、お得意さんへのサービスです。さあ、知りません。あの中には私が長年にわたって研究し完成した魔法が使えなくなる薬が入っていたのに。セラビー君は飲まなかったんだ。するとまだ魔法は使えるわけね。そうか、お師匠様が魔法を使えなくなったのはお前のせいだったんだな。ひどい。ずっこいぞ。私と勝負したいんでしたっけ。あなた死にますよ。聞いてないふりしてしっかり聞いてますね。そこが先生のすごいところなのよ。嫌なところだよ。ピカポンさん、勝負するんですか、しないんですか。さらば。逃げたぞ。ほら、お師匠様を元に戻せ。セラビー先生。ドロシーちゃん、デートしましょう。どこへ行きたいですか。あ、セラビーさん忙しそうですけど。セラビー先生。お師匠様の危機は僕が。私も手伝うわ。ピカポンなんて俺たちで十分だ。変身行くぜ。おお、なかなか勇ましいですな。それに比べてセラビーさんは。何か言いましたか。おお、なかなか忙しそうですな。セラビー先生が来るまでもないわ。弟子の私たちが相手よ。お前らずっと昔に会ったことがないか。昔じゃないわ、この間よ。本当にこの間か。そうよ。そうだ、ついこの間だぞ。二人ともこの間はタイムスリップしてたこと完全に忘れてるんですね。ドロシーちゃんは関係ないはずよ。魔法の力を返してあげて。知るか。あの女がジュースを横取りしなければ作戦は成功していたのだ。ガキに構ってる暇はないぞ。さっさと帰れ。なんだ偉そうに。変態セラビーから逃げ出したくせに。下手な小細工に頼るなんて、本当は弱いんでしょう。この私が弱いだと。セラビーの強さは人間じゃない、化け物だ。化け物を倒すのに小細工して何が悪い。おや、今何か聞いたような。気にすることないわ。どうせセラビーの悪口を言った愚か者よ。そうですね。それドロシーちゃんとお空のドライブ。チャチャ、気をつけなさい。ハゲトノは仮にも元魔法使い世界一ですよ。ありがとうセラビー先生。くく、ガキに関わるとろくなことがない。えい、帰らんと言うなら私が消し去ってやる。覚悟しろ。負けないわ。チャチャさんだって元魔法使い世界一ですよ。そうだそうだぞ。これは魔法使い世界一決定戦ではありませんが、私が裁くよ。ピカポンさん対チャチャさん、元魔法使い世界一同士の対決です。シャラクセイ、イデオ誘導大魔人。雲が。おーっと出ました、ピカポンさんの得意技、入道大魔人だよ。うわどうだ、貴様らなんぞひねりつぶしてくれる。うわいいな、いいな、あれ。ハゲトノさん、前よりやることがお茶目になりましたね。ほら、俺もあんなのになりたい。やろうよ、私たちも。はい、やりましょう。いでよ、入道大魔人。
チャチャさんたちも負けてはいないよ。三つ頭の入道大魔神だよ。チャチャ、これ大魔神というより大怪獣って感じだぞ。かっこいい。そうですか。かっこいい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 。あのな。よし、対決よ。いっちゃいっちゃい、うりゃうりゃうりゃ。シーネちゃんの下手くそ、全然当たんねえじゃねえか。なんかポワポワして感触がつかめない。じゃみんなで一斉攻撃よ。おう、そう、かぶりつき、あん、ズキンの頭突き、シーネちゃんの悪口、イエーイ、ピカピカのツルツル、やった、効いてる効いてる、なかなかやるな。しかし、押してしまえば3人とも身動きが取れまい。大変、頭がこんがらがってるわ。俺の頭があっちだ、チャチャのはこっちで、シーネちゃんのは向こうだ。早くほどいてくれ。手が短くてほどけないですよ。もがけもがけ、ではそろそろ決めてやるか。キャポーン、こんなの出したわ。卑怯だ、卑怯だぞ。子供の遊びに競技なんていけないんですよ。誰が遊んでやると言った。手打ちじゃ、手打ち。子供のくせに私を怒らすからだ。不憫だが、とどめを刺させてもらうぞ。不憫って何？不憫じゃびん、ハギじゃびん。それはともかく、不憫というのは気の毒とか哀れとかかわいそうとか。あああまで何すればいいんだよ。覚悟しろ。いやと、いくぞ。いくぞ。つるっぱげ、神だ神だ。お
思いっきり動揺していますね。今だわ。うん、神対トリプルキック。神か、神が。何、おお、これはキックというより体当たりだよ。ガキ、遊びはこれまでだ。大丈夫？いいだろ、バカ野郎。僕もちょっと痛かったですけど。完全に伸びてるよ。チャチャさんの勝ち！やったー！すげーぞ、チャチャ！やったー！やったー！喜ぶのは早いですよ。ちゃんとお師匠様の魔法を元に戻す方法を聞き出さなくちゃ。あ、そうだったわね。お師匠様の薬はほっといても効き目が切れちゃうなんて。よかった。心配して損したぞ。セラビー先生たちどこ行っちゃったのかしら。おい変態。いいや。あ、あそこ。綺麗な夕日だね。ええ、とってもロマンチック。金髪でクリンクリンのドロシーちゃん、可愛いです。結婚しましょう。先生、楽しい？楽しくない。今日のドロシーちゃん変だもん。腹話術で喋らせてるお前の方が変だ。カニ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 バさん。うわあ！ピンク、ピンク。ブス。なんですって？待て！ピンクピンクピンク変な頭。なんですって？ドロシーちゃん元に戻ってよかったね。セラビーさんも理性戻ったみたいですけど。変態は変わんねえぞ。ブス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 変な頭。オリババア根性ある。変な頭。いいや、トシーネちゃんが全然私と遊んでくれないの。私に隠れてこそこそ何かやってるみたい。実は私の誕生日のプレゼントを買うために2人協力して一儲けしようと企んでたの。ところが2人の金儲け作戦はことごとく失敗。とうとうシーネちゃんたらリーヤを毛皮屋さん